デボンボ・ボスティックはカナダ出身の俳優。父親は俳優のジョー・ボスティック。母親はキャスティングディレクターのステファニー・ゴリンと業界人の両親の間に生まれる。兄弟のジェシー・ボスティックも俳優として活躍。九十八年に TV シリーズ EXIVID A シークレッツ・オブ・フォレンジック・サイエンスでデビュー。二千四年のアダム・カミノ・ツカイ・アの子のロバート・デ・ニーロ演じる。 博士の亡くなった息子役で長編映画デビューを果たす。日本では未公開のアトムエゴヤン監督作アドラチオンでの演技が高く評価される。2009年には人気スリラー作品の第6弾である総録でジグソーのゲームに母親と共に参加させられる少年ブレント役ジョージ・エーロメロ監督のゾンビ映画 サバイバル・オブ・ザ・デッドで主要キャストである主人公たち旅をするボーイ役で出演。TV ではビーング・エリカにレオ・ストレンジ役でレギュラー出演している。映画の脚本執筆や監督業でも活躍を見せている。ありがとうございます。